どうも、こんにちは、ケイです。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、えー、配球について語ってください。好きなキャラ、試合、曲など。配球について語れと。うーん、まあ、本当いっぱいあるんだけど、好きなところはね。僕、まあ、印象的なシーンで言うと、まあ、でもやっぱ、負けたくないのに理由っているっていう、まあ、一つセリフがね、 名台詞があるんですけど。まあ、配球ってそもそも、あのー、身長が、ま、低い。バレーをやるには身長が低い。日向翔陽という主人公が、まあ、その、高校バレーの中で、まあ、古豪と呼ばれる、昔強かったって言われる、まあ、高校に入って、まあ、チームメイトと、まあ、本当にたくさん努力をしながら、壁にぶち当たりながら、まあ、全国1位を目指すっていうバレーボールのね、 話なんですけど。まあ常に壁があるんですよ。背が低いから、やっぱ背がでかいやつには勝てなかったり、まあその分は速くて高く飛べるっていう、まあ、特殊能力があるんだけどさ。まあ、それにぶち当たってる時に、そう負けたくないってことに、かな負けたくないことに理由っているっていうあの超負けず嫌いなセリフが出た時の、まあちょっと鳥肌立ったというか、ざわっときたし。まああとはね、うん、あのー、あれですよ。 小さな巨人とやるでしょ正解でしたっけとやるじゃないですか。その、まあ、小さな巨人っていう選手がもともといて、小さいのに絶対的なエースだったっていう、まあ、すごいやつがいて、それに憧れて日向た陽ってバレーを始めて、ずっとそれを追いかけてたのね。で、実際に、まあ、小さな巨人と呼ばれる、自分と似たような、小さくて、もっと上手い、まあ、スパイクを打ったりする、なんか星に海って書いて確か正解なんとかっていうのと、 試合をするんですよ。どっかの準決勝かななんかでぶつかるんだけど、その小さな巨人対決みたいなのがあるんだけど、まあ、その試合も激アツなんだけど、なんだけど、それをね、その日向翔陽が憧れてた、その人物、あんまネタバレになっちゃうから、あの人の名前とか言わないけど、その本物の大元の小さな巨人が、スタンドでたまたま見に来てたのね。もうそのいわゆる OB というか、そんな感じで、見に来てて、 で、小さな巨人が見に来てるぞと、お前が憧れてたっていうのが、その日向翔陽主人公の耳に入り、まあそれを見つけて、ただ実はその憧れてた、もうその、小さな巨人は、ちょっとネタバレになるかも、どうなんだろう。もういいのかなもうバレエやってないんですよ。卒業してから。実はあんなにすごかったんだけど、結局、まああの、大きくて、速くてっていうような選手たちに勝てなくって、その小さな巨人もちっちゃいから、まあ、バレエやめちゃってた。 だよね。それを主人公の日向翔陽が知った瞬間の、俺あんまがっかりしてないっていう、ま、ああれ、要はね、憧れを超えたってことなんですよ。皆さんこれ伝わってる伝わってるかなあの、わかんない。お前いきなり何喋ってんだって思われるかもしんないけど、要はずっと憧れてた小さな巨人というその絶対的な自分の中のヒーローを、もう主人公はね、無意識に超えてたんだよね。だからその、追っかけた人がもうバレーやってない。要はだからうまくいかなかった。としても、もう、 関係ないっていう、自分は自分でやってるっていうのが、あれ出た瞬間がね、時代が変わったというか、日向翔用来たなというのを感じて、で、さらにその、まあ、現小さな巨人と呼ばれる、まあ、一人天才なんだけど、それと戦うっていう。 あそこ暑かったねー。んーまあ、白鳥沢とのね、最強のエースとの戦いとか、先輩たちが卒業しちゃうとか、及川とかさ、及川って相手の高校の、県予選かな県予選の相手の高校の絶対的な、まあ、エースがいるんだけど、あのー、まあまあ彼もね、かっこいいんですよ、また生き様が。うん、まあ、イケメンキャラ、王子キャラなんだけど、とか。あと、ツッキーっていう、あの、背がでかい、めちゃくちゃでかい、 あの、同じチームメイトがいるんだけど、ブロッカーなんだけど、そいつが、その、バレエを、まあ、ポテンシャルでやれちゃうから、あんまりこう努力をしないんだけど、そのとある、まあまあな、まあまあな怪物たちが集まる、強化合宿みたいなのに参加して、ボコボコにされた時に、そのバレエの楽しさを知るみたいな、ついに努力をしだして、徐々に能力が覚醒していくんだけど、 うん、後半ね、その最強のアタッカーのスパイクを止めたりとか、ワッとなるこうシーンがあるんだけど、まあ、そこ好きから。僕でもあの日向翔陽が憧れを超えた瞬間が好き。はい、えー。こんなとこで語ってしまいました。はい。次。えー、これからの季節にダメージ手にもドレスっぽく合わせる方法はありますかうーん、まあだからドルガバのイメージかなニーサ SS ナーのイメージで、まああれはね、 ドレスだよね。本当にボロッボロのさ、まあ、リエディションっていう2000年代前半かなの、まあ、ドルガバのあのベッカムティーとかダメージティーとか、ま、ああいうのを、えぇ、ー、ニーサ SS のコレクションでドルガバがやってて、で、そのボロボロの、本当ボロボロでもうちょっととかじゃないよ。もうボロッボロのダメージデニムにダブルのシャープなテーラード合わせて、えー、黒いアイウェアしてみたいな、まあ、そんなルックがあるんだけど、まあ、ああいうのを見ると、 やっぱまあ、うん、ドレスに持ってってるというか、まあ明確にドレススタイルかって言われると、まあどうかっていうのはちょっと何とも言えないけど、まあでも黒のレザーシューズと、まあダブルのテーラードで、まあ非常にこうシャープなね。ので挟んでしまえば、まあそっちに持っていくことはできると思うので、まあそういうイメージだったらいいんじゃないかなっていうのは、まあ僕は思いますね。うん。どうでしょうまあコートとかあるとね、また簡単なんだけど、そう、これからの季節ってなると、 まあ今だとやっぱテーラードを持ってくるぐらいしかなかなか難しいんかなっていうのはまあ思いますしね、綺麗なシャツ合わせてもダメージによってはもうそっちに持ってかれちゃうからうまあギリギリ今だとテーラードかなはい。次。セカストなどで安値で買えるレギュラー古着を高値で売るなんちゃって古着屋が増えている件。まあね、もうこれは本当にひどい実態ですよね。 まああのー、都内もそうだし、まあだ下北とかそうじゃないですか。もうそれに侵食されちゃったよね。もちろんいいお店もたくさんあるんだけど、まあ駅前なんか見ると、もう同じようなアイテムが無限にあって、これは果たして古着なのかってもうオリジナルでやってないみたいな、まあそんなのが、で、要はだから古着風オリジナルみたいなのをもうやってたりとか、かサイズ展開あるのっておかしいじゃん。そもそも色違いとかって。まあ変な話じゃないですか。とか、 まあ地方とかにもそういうのが進出してたりとかね。まあね、まあ勝手に値上がりみたいなのが結構ね、当たり前な時代になったから、結構古着もぐんぐん値上げしてて、デニムとかもそれまでだったらなんか4000円とかで買えたのに、今まあ6 7000円したりとかさ、まあ結構本当にグッと上がってるところもあるし、まあもう古着っていうのにもう人気というか、もうその需要があるから、やっぱり、 うんまあそうなると、まあ結局ね、需要があれば、まあちょっとこうなんちゃってを売ったとしても、まあ結果としては買った人が満足してればいい話だから、店頭で見てなんちゃってだとしても、なんちゃってに別に感じずに満足して買ってれば、まあ、それを一つね、あの、ビジネスとして成り立ってるというか、需要があってやってるわけだから、じゃあ、 入りにくい洗練された古着屋を作って、じゃあ何億稼げますかと。燃焼ね。まあ難しいじゃん。やっぱ多くチェーン展開して、まあなんちゃってでもいいから、まあ安く仕入れて高く売るっていう、そのまあビジネスの基本みたいなことを、まあやってさ、まあ何億円とかってこう燃焼をビッグビジネスにしてった方が、まあそれはお金になるからやっぱり。まあこれはしょうがないでしょうね。結局。うん、まあその、もちろん、 まあその発信側というか、会社側が生んだような流れっていうのもあるんだけど、まあ本当に日本の経済状況とか、まあ消費者の考え方とか、まあこっちが生んでると思うんだよね。結局なんちゃっては別に買わないっていう人がみんなそうだったらそういうお店って持たないから、結局それを買って満足してる人たちがまあたくさんいるから、まあ店舗がどんどん増えてってる。同じようなお店がどんどんっていう。しかも古着のああいうのって結構闇というかさ、まあ本当にいいところの立地とかは同じような会社が 結構買い占めてて、あの、違う店舗に見えるんだけど、トップ同じみたいな、結構あるあるなんですよね。まあ、公園寺とかも結構そうじゃないなんかいろんな業態のお店あって、違うように見えるんだけど、で、まあ、あの、アーケードの中とか、あの、商店街があるんだけど、公園寺ってね。まあ、アーケードの中は比較的チェーン的な、あの、お店が並んでて、外れると結構ニッチなというか面白いお店がいろいろあったりするけど、まあ、なんかああいうのとかもさ、 うん、アーケードのお店とか、もういいところは全部、ある程度のところが不動産を抑えてて、で、もう空いたら、また同じようなお店が入ってきて、名前変えてて、みたいな。あれの繰り返しなので。まあね、ちょっとあるね、それはね。はい。次、投資、カッ自己投資、えー、おは有価証券などと、えー、娯楽、カッ服の比率は、将来いい服を買うか、今買うかで迷ってしまう。 ああ、なるほどね。まあ、この投資の軸がね、二軸自己投資と有価証券、まあ株とか外貨、まああとは金でもいいし、まあ仮想通貨とかでもいいのかな。あまあ不動産とかでもいいと思うんだけど、まあ何でもそういうものに投資をしてたりとか、まあこのね、軸ってちょっと色々あるから、その、これを一緒にすると比率ってどうやって出せばいいかなっていうのはちょっと難しいんだけど、僕その学生時代に結構株やったりとか、 えっと、卒業してからも仮想通貨いろいろ、うん。まあ、ビットコインとかね、イーサリアムとかああいうのもそうだけど、もう草コインと呼ばれる、あのー、まあ、ギャンブルみたいなコインですよ。あのー、草ってもう本当にゴミみたいな意味があるんだけど、本当に寝てる間に、もう寝ちゃいけないんだけど、あのー、いい金額を投資したら、もうそんな寝ちゃいけないんだけど、本当2秒とかでペンってなって、グンって <laughs>、みたいな。あの、まあ、ビットコインとかでなるけど、言っても、こんな感じじゃん。 で、まあビットコイン主導でイーサリアムとかその他のコインもついていくみたいな。まぁ、あ、大体そんな感じでしょメインって。そう。なんだけど、草コインって本当に、0. 0.000何円とかなるよ。1コインが。だからその例えば僕が K のファッション部屋っていう草コインを作って仮想通貨をね、あの売り出したとすると本当に最初0.0001 00円とかで、だか100円とかあるとめっちゃ買えるのね。でもそれが瞬間的にもう100倍200倍にグンってなることもあれば、瞬間的にマイナス200倍になったりみたいな、 そういうのがあるんだけど、まあそういうの買ってみたりとか、それで成功もしたし、大失敗もしたし、<laughs> まあいろいろあるんだけど、今はね、そういった投資はほとんど、僕はあんまりやってないかな。まあ、あのー、それこそ、その、自己投資っていうと、まあ僕、こういう活動って、その、 なんていうかな、会社員として会社に還元してるんじゃなくて、僕の活動って、まあ誰に還元してるかというと、まあもちろんね、服好きな皆さんに面白いコンテンツ、まあなんかこう時間を提供する、まあカッつけてるけど、いう風に言えばできるけど、まあ結局は自分に返ってくるじゃないですか。僕が、まあそのなんか時間をかけて、なんか例えば面白いものを作ると、それの反響があって、 まあ、その、僕を見てくれる人だったりとか、僕のコンテンツをいいと思ってくれる人が増えたりとか、じゃあ仕事につながったり、まあ、いやらしい話、はお金につながったりとか、いろいろあるから、まあ僕の場合はなんか、活動反、自己投資みたいな感じなのよ。自分で、その、自分に還元させてるみたいな、そんな感じだから、まあ投資の方が僕は比率は圧倒的に高いから、そういうその金銭の投資はあんまりやってないけど、そういう活動的な、まあその他政策で関わってたりするのもあるから、まあそれも含めると、 まあそれを自己投資って言っていいのか分かんないけど、まあそっちの方がこう自分のスキルアップとか、まあ、うん、そういうのにこう使ってる時間とかの方が僕は圧倒的に多くって、娯楽で服を見るって、まあ僕ちょこちょこ言ってるけど、本当に月に1回外に服見に行くか行かないかみたいな、まあ1回は行くか、1、2回行くか行かないかみたいな生活なの。ね、今、それぐらい、その自分の活動とかに時間を振り切ってる。 から、まあこれ今年の課題でコントロールしなきゃなと思うんだけど、そう、それぐらいやってるから、本当に娯楽として、もう何も考えずに、活動のこととか、まあ動画のこととか、何にも考えずに、ただ楽しさだけで服を買ってる瞬間っていうのはめちゃくちゃ少ないから、うん、まあそうやって考えると、僕は投資の方が比率的には多いのかな。まあなんか、将来いい服を買うかとかじゃないんだけど、 うん僕の場合はね、なんかやりたいこととか、将来自分がイメージしてるやりたいことをやるためにとか、まあそういうために、じゃあ今こう動画で、えっ、ー、と、まあ僕のコンテンツ動画を見てくれてる人たちも絡めてこういうことできたらいいなとかさ、まあなんかそういう方に持ってってるから、この方の質問者のように将来いい服を買うか今買うかで言うと僕は圧倒的に今買う派なんだけど、まあでもなんかそれとはちょっと別軸で、まあ投資、自己投資とかに、 あんま僕ね、将来のことを、あの、ものすごくイメージすることが結構苦手なんですよ。冷めてしまうというか。まあ、じゃあ5年後って想像して、まあ、いろいろ想像できるよ。例えば高校でやりたいなとか、まあ、そろそろ結婚とかもして、もしかしたら子供もいたりするんかなとかいろいろ思うけど、何やるかわかんない,い,いじゃん。 で、5年前に、5年後の自分を、じゃあ今想像してた時に、じゃあ今どうかってなると、多分全然想像もしてないことをやってるから、から極端に言うと結構想像することって将来をね、まあ、割と無駄だと思ってて、そのだから、まあその、投資的にね、お金とかそっちで考える軸だったらまあ別かもしんないけど、まあその、服に関しては僕は今を優先でいいんじゃないかなっていうのは、本当思う。今その服に100%とか80%とかお金とか時間をかけれるうちに買ってしまう。で、その後例えば、 じゃあこの質問者が仕事でうまくいって何かやった時に、まあ別なプロジェクトをやったりとか、いろんなところで時間を割くとかっていうのができなくなってくるじゃん。で、年齢重ねてくるとその感度も変わってくるから、今の年齢の今の自分の感度で今服を買うっていうのは絶対優先した方がいいと思う。まあ比率は少なくても優先した方がいいなっていうのは、もう僕はそんな感じかもしれないね。 うん、その、比率としては少ない。学生の時とかに比べたら、その娯楽で本当にファッション楽しんでっていうのが、ちょっと少なくなってる自分もあるけど、でも、絶対今を優先して買うから。まあ、そんな感じかな。これ答えになってるのかなちょっとわかんないかも。はい、次。えー、っと、エスパのライブに行きました。ほう、あの、韓国のガールズグループですね。えー、会場では服にこだわっていそうな人たちを複数人見かけました。 K-POP オタク、k オタクの人たちっておしゃれな人が増えてるのでしょうか増えてるんじゃないうん、まあ、あの、本当に時代が変わったというかね、今の K-POP の、その、まあ、特にガールズグループの、あの、まあ、女の子たちってさ、まあ、着てるものがね、本当にもういいもの着てますからね、まあ、もちろんブラックピンクなんて、例えば、ジェニーはシャネル。 ローゼは、えー、とサンローラン、リサがセリーヌ、で、えー、とローゼじゃなくてジスがディオール。もう、もうね、そんなので、その他もたくさんいろんなの身につけてるでしょ、ねでまあ、他にも、まあ、今若くて出てきてる。まあ、僕も一回ツイートしたけど、まあ、ニュージーンズのね、 勢いがとてつもなくって、ま、当に名だたるブランドと。で、一人が今、グッチとね、仕事をしてたり、このまアルマーリのビューティーラインみたいなのにも選ばれてたりとか、ま、あの世界大手のコカ・コーラのね、CM とか、本当に名だたるものをやってるから、ファッションブランド以外もね。ま、やっぱそこに影響されると、あとあの、アイブのウォニョンとか、ミュウミウやってたりするけど、ま、あと、なんだっけ、 あの僕ね結構ね、いろんな記事見るんで、本当割と知ってるんですけど、エンミックスがロエベやってたりとか、本田翼さんと一緒にね、ファッションウィークいたりとかしたしさ、エスパはジバンシーかなとかやってるけど、やっぱそういうの見てると、やっぱおのずとそういうのに興味出てくるんじゃないそのエスパの、あの、なんとかって人が、え、きてた、うん、そのプレーター、ジバンシーがいいってなったら、それをなんとかして買おうと思うファンはいるだろうし、 まあこれってでも当たり前の現象じゃないうん。では、思う。特に今 K-POP はファッション絡めた、その、動く金額というか、とてつもないものがあるから、ちょうどね、この前さ、僕、まあ大人たちとね、ちょっと業界の大人たちと、あの、まあ喋る機会があって、まあ一人が、まあとある会社の PR とかをやってるような方で、まあ結構名だたるブランドと、あの、絡んでるような人だったんだけど、まあ本当に韓国のインフルエンサー、もうね、 圧倒的だと。まあ、中国もそうだけど、日本のインフルエンサーって、ちょっとずれるかもしんないけど、話ね。あんまりそのグローバルに発信力を持ってる人って、まあ、いないんですよ。そう。実際ね。なかなかいないんだよね。まあ、だから、その、その人が来たことで世界に発信できるような、その数字とか、インフルエンス力を持ってる人って、日本には誰もいないと、いうことを言ってて。 まあ確かになと。あまあ確かに言われてみればそうだよなと。でも韓国って日本より人口3300万とかでしょ ?4 分の1ぐらいしかいないよね。なんだけど、個人個人のパワーがえげつなすぎて、ね、ブラックピンクの一人が来ればもう全世界にバーンちゃう。だってフォロワーも一人で8000万とか7000万人ぐらいいるでしょブラックピンクって一人一人ね。 まあ、とてつもないですよね。そう、だからやっぱそういうインフルエンス力を考えると、まあその韓国のアイドルとかを好きで、まあそういういろんな服を見てたりすると、やっぱ欲しくなって影響される人たちも多いと思うし。まあこれは、そのファンが育ったっていう感覚よりかは、もう完全に韓国のガールズグループの人たちのレベルがぐんぐん上がりすぎて、インフルエンス力が。 まあやっぱそれで影響を与えてるんでしょうね。まあ韓国の人たちで。あの、韓国のアイドルの人たちって、まあその PR の方が言ってたんだけど、タイとかインドネシアとか、東南アジアにもインフルエンス力を持ってるんですよ。なの本当にグローバルに刺さるので、まあ K-POP オタク、K-POP ファンっていうのは日本じゃなくても、まあアメリカでもヨーロッパでもそうだと思うんですけど、多分そのファッション感度っていうのは上がってるっていうのは事実あるんじゃないかまあ、それぐらい経済効果が。 あるんじゃないだって何十億とかで契約してるって言いますよね個人でもね、そのブランドと、とてつもない金額が、なんかブラックピンクの方とか話題になりましたけど、なってたりするっていうので、まあ僕もそういう、あの、記事だったりとかちょこちょこ見るんですけど、まあ、日本にはそういう人はいないですよね。なかなかね、まあ、ロエベで本田翼さんが来ても、じゃあ本田翼さんが来たって湧く海外の人っているかって言ったら、まあ中にはいるのかもしんないけど、まあごくわずかでしょ日本でわーっとなるくらいで、じゃないですか。うん、ほとんどいない。 そう個人で発信力を持ってグローバルにできる人っていうのがいないから、まあそういう現状もあるのかなっていうのは思いました。まあほんとすごいっすね。はい。じゃあ今日はこんなところで以上にしようかな。はい。最後に、えー、今週のおすすめ、はい、ラジオみたいなことやっていいですかさっきね、さっきこれそうだね。今日公開するから、あの、あのツイートでつぶやいたんだけど。はい。皆さん、あのー、これ。あのー、いい。はい。これアイディア降りてきました。これ飲んだら。えっ、ー、と、体茶フレッシュ、体リフレッシュ茶 ダブル。レモン、香る、緑茶。緑茶。なんか最近セブンイレブンで販売し出してました。うん。150円、140円ぐらい。多分体に悪くないよね。こういう機能性食品みたいなやつ。食品じゃない。表示食品か。あの、無糖だし悪くないと思うんだけど。僕まあ水かお茶しか普段あんまり飲まないんで。うん。このレモン良かったよ。うん。っていうのと、あとラジオでずっと S ス君が、あの、おすすめしてて、僕もいいと思ってるのがこれね。はい。 これもピント合わないと思うんだけど、今。合う牛そぼろ、えー、おに、おにぎり。八代目、ぎ、儀兵はい、これ。これうまいっす。はい。以上、終わり。